イブシギンのようなシネウープ、G ランアンガー 85X、サクッとレビュー、開封の儀。G ランおなじみのポーチ。これ、厚み不足で、いつも何かが潰れている感じなんですけど、積み重ね現金ってことでいいですかね。なんともめかめかしい機体ですね。お、やはり入ってましたか。USB ケーブル。アンガーシリーズに付属している USB ケーブル。ご覧のようにプラグが長いんです。すごく重宝しますよ。アンガー 85X 本体。デイリーランプがついています。どのように光らせるかは、ベータフライトコンフィグレーターで設定可能です。1202KV8700 ブラシレスモーター。2セルから3セルよ。ジェムファン2030の3。ジェムファン信者な私。やっぱり、ウープのプロペラはジェムファン最強だと、勝手に思っています。ジェロー予防のための、ダンパーの役割を持つプラスチックバネで、キャノピーが持ち上げられているんですね。3セル 450mAh バッテリー。 HV である記載はありませんが、11.4V ということで、HV バッテリーだろうと。XT30 ピックテール。こちらは、まだ、XT30 が主流で良かったです。1セルは、BT2.0 だの、ET2.0 だの、新しいのがどんどん出ていますし。ダンパーのおかげで、基板同士に空間ができていますね。熱対策も兼ねていそうです。今回も、受信機は XM プラスを選びました。付属品いろいろ。キャディックスコントローラー、予備プロペラ、ドライバー、レンズ付き。おや、これは何ですか？ほう、どうやらダクトフレームを保護するためのスポンジのようですね。あとは、XM プラスの取扱説明書と、G ランのマニュアルダウンロードリンクですね。今回は、セッティングも少し見てみましょうか。先にバインドを済ませておくとします。本体底のバッテリーベイを外します。通電しながら、レシーバーのバインドボタンを押すミッション。いやこれ本当、何かスイッチ作っておいた方がいいかも。毎度毎度苦戦してますもんね。赤と緑の LED 両方とも点灯していれば、バインドスタンバイ状態。わかりにくいですが、今両方点灯している状態です。デイリーランプがド派手でいいですね。続いてプロポを用意。モデルセットアップで、バインドを選んで実行します。テレメトリを聞いてきますので、なんか OK してバインド開始。赤 LED が点滅を始めましたよ。これでバインドは成功。バッテリーをつなぎ直すと、次からは自動でリンク確立してくれるようになります。なるほどなるほど、 LED は緑色になるんですね。USB 接続。ほらね、長いからすんなり刺さる。他の機体でもフレームなどが邪魔をすることがあったりしますからね。ベータフライトにつないで設定を見てみましょう。 XM プラスなどの外部モジュールを使っていますから、バッテリーをつないだ状態で行う必要があります。すんなりつながりました。つながらない場合は、USB ドライバーの問題か、USB ケーブルの問題か。ケーブルを交換したり、接続するポートを変えてみるというのも、ありですね。ごめんなさい、基本設定いきなり見ちゃいました。フロップスアウトなんですね。
あ、チャンネルフィードバック設定のところ。信号と機能とが私好みじゃない。後で変更しておきましょう。はいはい、PID はデフォルトでしょ？コントローラーのレバー操作の通りにゲージが動くかを確認しておきましょう。あ、合ってませんね。私は AETR。これで辻褄が合いました。モードは私好みに変更させていただきます。使うかはわからないですが、ホライゾンモードも選べるようにします。アングルモードはスイッチが入っていない状態の時に。4つ目のスイッチでタートルモードを発動できるように。操作を統一しておかないと、ついついいつもの癖で OSD 確認もせずに入れちゃいけないスイッチを入れたりしちゃいそうですしね。合わせておいて損はないと思いますよ。変更したら保存を行うことをお忘れなく。各スイッチとモードの切り替えがちゃんとできているかを確認してから次へ行きましょう。調整、サーボ、モーターは現時点ではいじることはないかと。 OSD 設定では表示する項目やその位置を変更可能です。とりあえずこのまま行ってみます。VTX 設定では、伝送する周波数を自分の普段使っているチャンネルに合わせておくことができます。私これ、ミスっちゃいました。変更は VTX テーブルで行うべきでした。後でわかりますが、DVR 映像で表示がバグってしまっています。あらまあ。変更したら、保存を行うことをお忘れなく。 LED ストリップではテールランプの発光パターンを変更できます。センサー、テザーロギング、ブラックボックスはいじる必要はありません。 CLI コマンドラインではとりあえずダンプを表示してファイルへ保存しておきましょう。表示しきったらファイルへ保存。何かの弾みで中身が消えてしまったり、PID いじくってドツボにはまったとき、きっと役に立つでしょう。それではフライトテスト。天候はあまり良くありませんが、サンセルドローンですもの。きっと頑張ってくれることでしょう。雨が降ったり止んだり。最初は近場の海沿いを考えていましたけれども、あまりにもの強風でしたので、谷にある公園へと出向きました。操縦者にはわからないですが、テールランプがあるとやっぱりかっこいいですね。
ニックスリトルタートル V2 いいですね。風結構ありますね。雨はまだ降らなさそうですが、曇天なのは残念です。オットプロップウォッシュ、まあこの風ですし、ダクトフレームですし、気を抜いているとそうなるのは分かっていたことなのですが、カメラ角度は調整可能なのですが、ちょっと緩く決めすぎた感があります。自分でもまだベストな角度を見出せていないのですけれどもね。 DVR 映像をご覧ください。先ほど VTX 設定で VTX テーブルで設定しなかったがためにチャンネル表示がおかしくなっています。なんとも危なっかしい操縦をしてしまってすいません。ハンガー 85X カメラキャノピーにダンパーが仕込まれていましたが、その効果でしょうか。映像が安定している気がします。ただね、ポーチに入ってたじゃないですか。いつものポーチでしたよね。やっぱり頭が突っかえていたのか歪んでいるんですよ、そのダンパーとやらが。あらあら、ヒートガンなどで温めたら元に戻りませんかね。リモート距離にはまだまだ余裕がありそうなので、またずっと向こうまで行ってみたい気もしているんですが、何やら工事しているみたいなので、お邪魔しないようおとなしく飛ばしています。おっと、また腰砕けてしまいました。どうやらこの機体はお外でブン回して飛ばすというよりも、シネウープラシクス旅モードで建物内をウォークスルー空撮するのに向いていそうですね。ダクトフレームですし、姿勢は安定しているでしょうし、ダンパーのおかげでジェローもなさそうですし。そうですね、パワーに余裕もありそうですが、そこはあえて封印して綺麗な映像を目指してみるためのマシンとして考えた方が良さそうです。私のようなヘタッピでも映像が安定しているので、それなりになんかまともに見えてきてる気がします。しかし今回はそんなのを無視してデタラメに振り回していませんか。何かいいことあったのかい。何もないですよ。でも一つ言えることは、やっぱりカメラがいいだけにゴーグル映像もかなり見えやすいです。そろそろお時間となったところで盛大にクラッシュ。やっちまいましたね。モーターか ESC か、やっちまったようです。直してまた飛ばそうかと思います。部品、あるかな。修理は大変ですけど、なかなか楽しめましたね。宝箱を漁って代替品が見つかりますように。ご視聴ありがとうございました。